はいの皆さんこんばんは、プチプチです。空が綺麗ですね。ちょっと待って、ヘリコプター近づいてきてない？怖い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 。ということでですね、今回もですね、かくれんぼ実況者の皆様と一緒にやっていこうと思います。まあ、今回参加する実況者さんはですね、前回とまた違うとてもユニークな方たちです。どうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、ベルサスです。というわけで今回はね、こちらに参加させていただいております。はい、僕はですね、まあスプラトゥーンの実況もやっておりますし、ずっとマリカやってますし、いろんなことやってますし、48とか乃木坂とかのオタクでもありますし、もうすごいすごい多趣味な人です。というわけでよろしくお願いします。ケツ向けんじゃねえよガール、本当にお前は本当変態だな。はい、どうもそうです。今回は、スプラトゥーン2ということでね、ちょっとなんか LINE の通知来たんだけど、LINE、まあこのプチプチさん主催のね、スプラトゥーン2かくれんぼに、まあ、参加させてもらったということで、なんかもうプチプチさん本当にイケメンすぎて、もうなんかもう泣けるというか、もうなんかイケメンすぎというか、なんかもっとプチプチさんイケメンっていうか、なんか本当にプチプチさんイケメンなんで、僕のチャンネル登録してくださいそういうのやめましょうね。ということで、サバでした。ありがとうございました。みんなもスプラトゥーンみんなもスプラトゥーンやらないかってわけで、どうもこんにちは、マイトです。今回はね、スプラトゥーンのかくれんぼやっていきたいと思います。まあ、いつもはね、FPS 系の動画出してるんですけども、まあ、スプラトゥーンの動画とか、まあ、いろいろ出していきますね。皆さんよろしくお願いいたします。はい、どうもこんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは、うん、挨拶だよこれ、挨拶どうもこんにちは、こんばんは、のぴです。今回からなんでそんなみんなバカバカに弾くの挨拶じゃないのちょっとのぴくんです。今回はプラウェイで、あ、かくれんぼでみんなと遊んでいきたいと思います。はい、喋ることがないねえ、うん、いいよね、もうちょっと邪魔しようかな。ということで2回目のかくれんぼですね、視聴者参加型のかくれんぼもあるので、もしよければツイッターの方で応募よろしくお願いします。では早速いかよろしく。さあ、僕が鬼の番です。捕まえに行くぜ。しゃあ、どうだ今の勢いでみんなビビった？え、ビビってないって？それそうだよな。うん。ということで残り3分になるまで後ろ向いて隠れねえわ俺は。後ろを向いて待機してましょう。よし、行きましょう。行きましょう。ここはここめっちゃ隠れやすそう。ここは結構有利な場所ですよ。めっちゃどうしようかな。さっきと、まあ、とりあえずいっぱい塗って。ですね。そうですね。誰かと一緒の場所に隠れようか。同じとこ隠れる戦法でいきます。まあけど一人見つけたも終わりですよそれ。アウトだ。死んじゃうから。これ動いたりするからな、ここ。そこはちょっと厄介だけど。そこ以外に隠れたらいいかな。いや、ウィルサスさんね、結構ね大人っぽいからちょっと危ないかな。うん。負けちゃう可能性が大。じゃあ、マヒトくんじゃねえよ、マヒトちゃんじゃなくて、マヒトさん、マヒトさん、そちらの現場はどうなってますか？どうしよう。あ、でも意外に隠れる場所ないよ。意外とないっすね。マジどうしよう。一応メモしておきました。こういう場合一番近くにいれば多分見つかんないんで。まあ確かに敵の盲点を自軍側っていうその逆を。いや、マヒトさん結構ねしぶといところに隠れてますね。うん。いや、見えないよ俺、全然見えないからね一人でこうやって喋ってるだけだからねこれ。よっしゃ、じゃあニュースキャスターごっこは終わりだ。残り40秒ぐらい。何して遊ぶ、何して遊ぼう。新聞でも読むか。なんて書いてあるこれ。ホールインワン、謎の男がゴルフ場へパンツ一丁で侵入。こっちの記事は全部同じですね。やば、あと40秒ぐらい。ちょっと待って、本当にやばい、時間ないぞ。やばい、やっべ、
通にスプラトゥーンを楽しんでる自分がいた。楽しいなーっつってここでいいや、バゲンショ。やばい、どうしよう。30秒切りましたよ。やばい、どうしよう。やべえやべえ。スローモーションでスタート。よしよしよし、みんなを探すぜ。はい、スタート、スタートっすよ、スタート。やばい、来ました。やべ、鬼、やばい、鬼来てます、鬼来てます。サバさん。ここやばい、やばいやばいやばい。さあ残り時間ね、結構3分とかあるから意外と濡れる。で、僕が見つけられなかった人、実は僕の後の動画で告知枠があります。いやー、見つけたいね。僕の動画で告知なんかさせてたまるか。一番性格悪いやつ俺だよね、そんなこと言ってたら。いや、全然告知 OK ですよ、皆さんのね。本当は全員捕まえないで全員分の告知をしてあげたいところなんですが、それじゃ面白くない。だから僕は捕まえに行く。一匹残らず駆逐してやる。あれ、俺ここ卑怯かな。卑怯じゃないですよ、多分。めっちゃ動、若干一名なんかめっちゃ動いてる人いるんですけど。サバさんすごい、あの名前のところがすげえ動くんですよ。めっちゃ動いてますよ。あれ？あ、マジっすか。超なめプっすやん。いや、これで見つからなかった神っすよ。これで見つからなかったらもう50分くらい告知させてもらおう。ちょっと落としなかった今、ボンって。こことかいない。いた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 。イエーイ。はい、サバさん逮捕。なんかね、そんな気がしたんで、あそこにいる気が。悲しいこれ。俺も使いづらいぞこれは。いないですね、全然。角は？来てるな。これ頑張って勝ち抜きますよ皆さん。やばい、もう俺音がする。そこか。あ、僕上に下にいるんですよね、真下に。やばいやばい。あ、狙われて。あ、見えた見えた見えた。登ってくるの。え、ちょっと来ないで。今ノピシが近い、ノピシが近い。やばい。このさ、上から塗ったらさ、もろ分かりするんじゃない、もしかして。あー、いた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 。今僕ですよ、近かったの。スパジャンしたら終わりだなこれ。スパジャン。サバさん絶対にしちゃダメですからね。絶対にしちゃダメですね。フリじゃないからな、フリじゃ。フリじゃないからな。いや、マジワカメこれ。本当にマジワカメだわ。ね、もう流行に乗るから俺。マジワカメ。本当にマジワカメ。え？意味？マジマンジ。絶対フリだった。やばい。あ、どこに行く今？ああ、やばい。来ないで。おやばいやばい、今の神だ。これは神だ。やばいやばい、すげえ。え、待って、やばい、あと1分。マジワカメなんだけど。あ、死んだ、これは死んだ、これは絶対に死んだ。いや、大丈夫ですよ、もう30秒切りましたよ皆さん。いや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 、もうここあと10秒後には来ますよ。ここは多分耐えよう耐えよう、頑張って耐えよう。あと20秒。みんな誰もいないよ、いないよ。ねえ、いないんですけど、こことか。いきますよ。待って、あー、来る。この孤独感は何だろう。きっと来る、やばいっすよ。あ、やばい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 。え、やばい。あ、やばい。あ、神だ。おお、紫色のところにいたわ、誰か。うわー、これ絶対お母さんに叱られるわ。お疲れ様です。お疲れした。お疲れした。全然見つかんなかった。俺プチフさん一回ダメージ食らわされたのに、なんかスルーされた。え、マジっすか。あの最後の10秒ぐらいで俺当たって、あ、やべ、俺これ終わったわって時にどっか行っちゃったんで。あ、ちくしょ。ちくしょ。俺もプチプチさん横通りましたよ。一回僕の横普通に立ってましたよ。あー、なるほど。ってことは僕の目は節穴ってことか。ちくしょ。あれじゃない、ワンちゃんプチプチさんにスーパーシャンプーすればいいんだよ。シューパーシャンプーわかります。スーパーシャンプーね。あー、わかります。スーパーシャンプーすればいいですね。
結構頭気持ちよくなるタイプかな。頭気持ちよくなる。あの頭皮にくるやつね、よく頭皮にくるやつね。ああ、ね、宮迫が CM やってたあれですね。ああ、某作 P ですね。ああ、あれですね。あのヒカキンさんもやってたやつ。ヒカキンさんもやってたやつね。そう、スカルプ P です。スカルプ P ですね。誰か吹いた。これも行くしかないわ。もうこれやっぱ告知を知るためにもうやったというか、いや違うけどね、普通に楽しそうだからやったんだけど、いやそしたらなんか嘘みたいになったみたいな。あ、やっていきましょう。俺はこのブーブに乗るぜ。いや俺も見つかったかな、ここは。のぴさん塗っとこう、ブーブー気づかれちゃうよ。ブーブー気づかれちゃう、ブーブー気づかれちゃうって何。ボブとブーブのアニメ始まっちゃうよ急に。はい、知らないみんな。 NHK のやつですよね。そうです、ボーブとブーブーってやつです。超昔ですよそれ。初めて聞いたんだけど。え、嘘、世代か。世代ですよ、僕見てましたよ。僕俺も世代ですよ。え、今日俺あれだ、大学生だろ全然。え、マジで知らないですか。プチプチさん倒すために僕生きていきます。ということでいけるかな。あと1分半くらい頑張ろう。頑張りましょう。なんかスプラトゥーン2になって、ちょっとスプラ、あの無印のスプラトゥーンよりも画質が良くなってなりましたよね。滑舌が悪くて画質っていうことが言えないっていうね、滑舌の悪さで。そういうのをなんとかしたいっていうか、まあ、そういうね、まあことも大切っていうかね。何言ってんのか分かんないんで、ここカットしてください。あと50秒。じゃああれは羊のショーン知ってます？あ、知ってますよ。それは知ってる。じゃああれなんだっけ、あれ名前なんだっけな。もう昔すぎて。スポンジボブですか？スポンジボブは違いますよ。スポンジボブ僕大ファンですよ、大ファン。大ファン、本当ですか？このニコロデオン分かります？そのスポンジボブの作者の。分かんないです。あ、やべ、あと5秒です。制作者がニコロデオンっていう制作局で、その制作局のスタートドラマとかアニメ全部見てるんですよ。スタート OK、 はい、もうこの話終わり。始まった瞬間ね、もう4人同時に死ぬから。あ、それちょっとなんかチートしてる人みたいになっちゃうからやめよう、そういうのは。レッツゴー、いけ。一瞬で倒すから。とりあえず僕ちょっと先方考えたんですよ。先方を考えてきたんで、それをみんなに見てほしいっていうか、みんなに見てとか見ろっていうか、やっていこう。絶対ここに角っことかにいる。あ、ほら、まんじ。ベルさん危ない、ベルさん。あ、落ちた。マヒトさん落とされた。あ、落とされた、最悪だ。あ、マジわかんねえ。 X でマップ見るとあれですね、ハリーポッターの魔法の地図みたいな感じ、いたずらの地図みたいな。あ、ほんとだ。あ、確かに。あ、怖い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 。あ、やばいやばい。あ、ちょっと、あうわー、サバさん告知枠決定。これ車とかにいそう。なんか車塗りすぎじゃねっていう。やった、これでもう1時間くらい告知の枠取ってもらおう。めたいな話が。やめよう、こういうの、こういうのやめましょうね。こうやってめたい話をするのは本当にやめましょう。で、あと、のぴさんとベルサスさんかな。これはもうやるしかありえない、やるしかありえないということで、やっていきましょう。あ、これ俺やばいかも。マジっすか。あーのぴさん、これバレない。のぴさんしかいない。ほんとどこいんの。待って、ここの車にもいそう。ここの車にもいる。ほんとにいたんだけど。ほんとに いた。え、ちょっと待って、これ本当になんか やばいんだ。怪奇現象並みにちょっと鳥肌立ったんだけど、どうしよう。あとのぴさん、のぴさんちょっとマジキチなとこに隠れるのが多いんで、ちょっと僕全然のぴさんのこと知らないんですけど、のぴさんなんかマジキチなんで、いやそういうこと言ったらダメだよね。ここに隠れてるでしょ。はい、ない。オッケー、次行こう。はマジ切れ。待って、ここら辺にいるだろ。ここにいるでしょ。いないわ。あ、いはい、マンジー。はい、マンジー。はい、マンジーってね、もうマンジー5連発。いや、マンジー4連発。何回マンジーって言うの。まあいいや。嬉しさのあまり、マンジーをね、言った回数も忘れたっていう。ちょっと、煽りイカしに行こう。煽りイカしに行こう。煽りイカしに行こう。
あ、全滅か。ということで全滅ということに無残な結果になりました。マジか。惜しかったな。惜しかったなこれ。ということで皆さん、かくれんぼの方どうでしたでしょうか。見事サバさんがですねオールキルを果たしたので告知枠 OK でございます。いやほんとかくれんぼ楽しいですね。では告知枠行ってみましょう。はい、というわけでご褒美タイムいただきました。というわけでどうも皆さんこんにちは、ベルサスと言います。僕はですねスプラ2はもちろんなんですけど、マリオカートやマイクラも実況しておりまして、でたまにアプリのやつやったり、たまに乃木坂とか欅坂とか48関係の動画出してます。まああのそこら辺のねアイドル好きの方とか、ゲームが好きな方はどうぞどうぞ僕のチャンネル見てください。ちなみになんですけど、乃木坂のおしめは新内舞さんです。欅坂は、たくさんいます。というわけでね、いやーこういう風にね宣伝タイムもらってるうち結構嬉しいんですけどね、喜びの舞を今、まあ僕もね近々ねある企画をやろうと思うので、そちらの方もしかしたらね皆さん動画を僕のところに見てくださる頃にはもうその動画やってるかもしれないですけど、まあお楽しみにしといてください。というわけで僕の宣伝は以上になります。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では待っております。イエーイ。はい、ということで、スプラトゥーン2くれんぼ、すごい楽しかったです。なんか僕ねやっとっていうかなんか多分このままだと性格悪いやつになっちゃってると思うんだけど、僕いい人だからねっていう人ほどやばいからやめとこう。そういうのかわいいね。ということで、このタコちゃん、タコクラゲだわ、このクラゲが一番かわいいっていうことをね告知したいと思います。この手が伸びてるところとかかわいいよね。何をなぞってんのこれ。ここに生えてる苔とかなぞってぞ。コケ美味しいよね。ってことでチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバイ。時代無事生き残ることができたので、まあこんな感じになっております。まあ、いつもはねあの FPS 系の動画を上げてるんですけども、まあ今回からねあのスプラ2のまあかくれんぼとかもそうだし、なんかねいろんな企画とか、まあスプラ2のな面白いバグとかなんかいろんな動画とかあの出していきますので、皆さんよかったらあのチャンネル登録よろしくお願いします。あのスプラ2頑張りますので、かくれんぼもやっていくし、本当にねなんかいろんな企画とかなんかいろいろ考えてやっていきますし、まあなんか生放送とかでねリスナーさんとなんか絡めたりしたらいいかなと思ってます。じゃあよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。またね。おっつ、はい、どうも のぴというあの滑舌悪い系実況者です。普段はゲームやってます。当たり前だちょっと待って、安定しない。マインクラフトとか、マイクラしかやってないし。まあ、よかったら、気が向いたらいいので、よかったら見てください。まあ、話すこともう、ほぼないくらいネタがないので、終わります。前回ね、長いって言われたんで、宣伝が。じゃあ、はい、さよなら。こんな感じでいいよね。いいよ、うん、はい、バイバイ。まあ、皆さんそれぞれね自分のチャンネル持ってるので、これは僕からのお願いです。本当に皆さん面白いと思うので、ぜひねチャンネルの方に行って動画見てってください。まあ、僕のも忘れずに見てくださいね。皆さん視聴者参加型の企画もちゃんとあるので、皆さんツイッターでぜひ応募してみてください。ということでまた次回スプラかくれんぼでお会いしましょう。一回よろしくー。